聞いてください。一回ね、11時ぐらいに起きたんだよ。そしたらさ、また寝ちゃったわけよ。いや、でまた寝ちゃったのよ。やっぱり睡眠大事じゃん。でそしたら気づいたら1時ということで、はい、どうも、イエーイ。本当にライオンだ。近すぎちゃってどうしよう、富士サファリパーク。ということでよろしくお願いします。ということで春休みのルーティン始まるよ。チャラン、うるさいよということで、実況の、ゆりやと申します、京都出身です。ごめんなさい、嘘です。ということで T シャツも変わっていらっしゃいますね。はい、何をしていますか。はい、そう、春休みの舞です。ごめんなさい、嘘です。ということでね、こんななんでテンション高いのかって言われると、多分春休みだから、はい。ということで、ご飯も食べ終わり、多分今アニメを見ていらっしゃるんですけど、私本当にフルーツバスケットというアニメが好きで、もうずっと見てて、こんな感じで、本当に相馬由紀くんを見るとこのように興奮してしまう我なんです。もう相馬家本当にもうね、えぐいよね、かっこいい。ということで、はい、醜い少女がいる。はい、こんにちは、みたいな感じなんですけども。ですね、撮影があるため、メイクをしていく、我いやーパワー、本当にごめんなさいね、ということで。こちらは、友達にタンパルでもらったアイシャドウパレッツ。このパレットめっちゃいいんだよね。ごめん、今お母さんが帰ってきた。お母さんが帰ってきたからさ、やっぱり。そういうことだよね。で、眉毛をビューラーで上げていく。このビューラーね、買うか迷った、高いやつなんだけど、買ったんだよね。2300円って高いの？ユリアにとっては高いんだけど。でもそれぐらいお金ってさ、やっぱ大事じゃん。よろしく。で、アイライナー引いていってるよね。そういうことだよ、やっぱり。で、やっぱさ、クラス替えが始まる。クラス替えマジ不安なんだよね、マジで。どうすればいい？みんなも、そうだよね。私も、あ、そうだ、言いたいことがあってんでした。ですね、申し訳ございません。アイロン、ヘアアイロンをしているところをですね、申し訳ございませんが、取るのを忘れてしてしまいました。本当に申し訳ございませんということで、私の醜い変顔とともに、行きましょう。はい、ということで、お次へ、ゴー！本当に、申し訳ございませんでしたっていう話から、この人が帰ってきました。ですね、はい、楽しみにしておいてください。で、この方は、ネイルを見せたいだけですよね。やめてください。あとですね、なんか、肌の、なんか、アンチが来てたんですけど、なんか、肌汚いとか、来てたんですけど、これから肌をきれいにしていけばいい話なので、応援してください。頑張ります。ということで、お休みのルーティンを見てくれてありがとうございます。皆さん、頑張りましょう。ということで、残りまた、春休みも楽しみます。おやすみなさい。じゃ。